はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビーチです。では今回はアーソーバイアンを現代モッド中国軍プレイの続きをやっていきたいと思います。ですね、ギリシャの方に介入してですね、トルコギリシャ戦争を決着させようとしているんですが、アメリカ軍がギリシャに肩入れをしていて、思うように進撃が進まないという状況からですね、軍を再編しました。まず第一軍なんですが、こちらがですね、いわゆる本土防衛、中国の本土の防衛軍ということで、3つの大きくですね、軍を束ねた第一集団と、そして第二集団が、これは占領したところ、例えば台湾とかフィリピンとか、この辺りに駐留する占領軍、そしてこの第三軍集団が今回ギリシャに派兵する合計45師団からなる遠征軍になります。名前はですね、遠征1軍、遠征2軍、遠征3軍というような形にしています。予備戦力として遠征の4軍5軍も用意しているという状態です。なのでこれらをうまく使ってですね、ギリシャ、トルコの戦争に介入して、これを撃破していきたいなというふうに思っています。で、陣営に誰かが入れる、パキスタン呼びましょう。これで陣営を見ておくと、ご覧のような形ですね。今参加しているのが中国、香港をはじめ、今回新しく加わってもらったパキスタン。アメリカの方がですね、今戦争継続中なのがアメリカとギリシャのみですね。もはやアメリカに味方する国はそれほど多くはない、まあ、そういう状況だと思います。すでに軍の方を動かしてます。遠征の1軍と2軍は今トルコの方に、向かっている途中、遠征の3軍はすでにアメリカ軍とギリシャで戦っています。で、海軍の展開状況なんですが、エーゲ海と地中海、ここに、主力艦隊全艦隊を投入してあります。なのでここでまずね、しっかり、アメリカ軍を叩くということをやっていきたいと思います。ではこのまま時間を進めていきます。はい、では軍の方移動していますが、ここでアメリカから投資の申し入れっていうね、ちょっと謎なイベントが起きてますが、もう投資してくれるならね、受け入れましょう。なんで戦争中の我が国に対してそんな行為をしてくれるのか、完全に謎ではありますが、もうここはね、せっかく投資していただけるということであれば、これは甘んじて受け入れましょう。で、軍の方なんですが、今動いてますので、このままですね、ギリシャの方に向かってもらうためトルコを経由させます。やっぱりね、アメリカ軍が1個でも入ってると強いですね。これ今アテネの南で戦闘している中国陸軍とアメリカ陸軍の戦いなんですけども、ご覧のようにアメリカ軍が入っているだけでこの厚さになってます。ただこれもね、数で押し切るためにこの後合計30師団トルコに派遣中なので、これが到着次第ですね、アメリカ軍とギリシャで雌雄を決していくということになるかと思います。ではこのまま時間をまた進めていきます。では15師団ですね、ギリシャの、まあ今戦闘が起きていないエリア、テッサリアに上陸をかけていきます。テッサリアに上陸できれば、南北からアメリカ軍をね、そしてギリシャ軍を攻撃できる体制が整いますので、まずはそういう状況を作っていこうと思います。まあ、いつものお決まりのねパターンと言われればそれまでなんですけど、一番有効な作戦ですね、強襲上陸を同時並行的に複数行う。これによってね、敵を分断したり、あるいは手薄なところから、侵略を始めたりっていうことができるので、これをね、うまく活用していきましょう。今回も敵があまりいないテッサリアだったら簡単に強襲上陸ができるんじゃないかなと踏んでます。上陸しましたね。ここです。なんでここから南に向けて、
一気にアメリカ軍を壊滅させていきましょう。で、もう一つ移動中の手段ですね。これが集結したらトルコに移します。では、早速、作戦を張っていきましょう。まずはね、南の方に向かって、アテネを目指しましょう。領土の大半を持っていかれたら、さすがのね、ギリシャ、アメリカ軍も、兵を、今、南に集めている、アテネ周辺に集めていた部隊も、動かさざるを得なくなると思うんで、そこに隙が生まれるんじゃないかな、というふうに思ってます。で、さらに追加15師団も準備が整いつつありますね。これを次、トルコに動かして、決定的なダメージを与えていきます。テッサリアの強襲上陸が完全にうまくいってますね。なので、ここはアテネを目指している軍。これの移動経路も少し変更しましょう。広く軍を動かしていきます。テッサリアの方がでも思ったより苦戦しちゃってる状況かな。これ急いで救援に向かった方がいいね。壊滅する可能性があるので最悪。逆にね、包囲殲滅されると15師団を失うと、一気に形勢が悪くなる可能性もあるので、そこに立ちはだかるのがやっぱりアメリカ軍か。邪魔くさいね、このアメリカ軍。よし、これを交代させることができたので一歩先に出ましょう。足の速い先遣隊を動かしちゃいましょうか。補給は十分港を取ってあるので、15時段賄えると思うので、耐えてもらってる間に、少しずつですね、アテネを目指していきましょう。で、アテネを一旦スルーしてでも、テッサリアに上陸してくれた後続の軍ですね、ここの救援を行いたいので、そこを優先します。で、この中将には、新しく、沼地の狐。こんな性能持ってるんだ。まあ、水陸両用取れるなら取っておきましょう。追加15師団がどこまで来る？ここまでですね。シンガポールまで来てますね。まあ、今や中国軍はね、アメリカを超えて世界を股にかける。まあ、そんな軍の展開をしてるので、ここでヨーロッパで中国ありというのを見せれば一番いいかな。トルコ軍もね、これイスタンブール越えてギリシャ領に侵攻してくれてもいいタイミングだとは思うんですけどね。では追加15師団来るまで頑張っていきます。はい、アテネを陥落させましたね。これで首都がセレに変わってますが、テサロニアの軍と合流をさせたいので、急いで急行させていきます。戦局が、ここで一気に動きそうな気配があるので、これを逃さずですね、敵を、後ろから撃ちます。ここでアメリカ軍の手段を潰せればね、だいぶ大きいですからね。見立てによるとアメリカ軍の師団数はマックスでも72、最小で見た場合は36ですね。それに対して中国軍は150師団持ってるんで、まあ、師団の数は圧倒的に有利。
アメリカ軍のね、攻撃力もね、我々、中国と、やっぱりまだまだ、勝るとも劣らない、二大超大国となっている、このアメリカと中国の代理戦争が、このトルコ、ギリシャ戦争の間で行われているっていうのがまたすごいですよね。いや、ギリシャもちょっと一度は行ってみたいですけどね。トルコ、ギリシャ、この辺りは。できればね、若いうちに行きたいですけど。このまま、アテネから、テッサロニアに進軍が決まれば、後ろから敵軍を撃つ。で、追加の軍はどこまで来てる？ああ、もう来ましたね。では、追加の軍。これを、テッサロニキに行きましょうか。いや、本当に、名前がね、また、ギリシャらしいっていう言い方すると、もうギリシャのこと何も知らないだろうっていう、まあそういう話になっちゃうんですけど、テッサロニアにしろ、テッサロニキにしろ、こういう名前が多いんですね。ポロス、セレ、もちろんアテネもありますけど。さあ、これで、東西からギリシャ軍を挟み撃ちにしようと。そういう状況です。では、軍が合流できましたんで、戦線を引き直します。まあ、もう一度ね、計画し直しってことになっちゃいますけど、結構こういうとこで、融通が効かない。僕がですね、ゲームがじゃなくて、そういう一面があるんで、このまま、行きましょう。一気に後ろから今度はアメリカ軍をイスタンブールで撃つ、こういう状況を作っていきましょう。テッサロニキに今遠征の2軍が強襲上陸をかけようとしてますね。よし、テッサロニキを取ったら、テッサロニキを死守しながらですね、これうまくすれば敵の補給を立てるので、補給をうまく立ちながら、殲滅しましょう。テッサロニキを塞いでしまえば、おそらく港がないので、ギリシャ軍の補給が途絶えるんじゃないかなと思います。では、このまま時間を進めていきます。はい。ちょっとずつですね、フランスが盟主を務めるセントルシア協約に所属する国が増えてきてます。これは、大韓民国、つまり韓国もか。びっくりですね。このまま行くと、陣営としては主に4つ。まあ、我々の、中国陣営、アメリカ陣営、ロシア陣営、そして、あんまり考えていなかった第4極としてのフランス陣営が、ちょっとね、出てくるのかなと。いう感じがします。で、撤兵を要求が自動クリアという話になってますね。どこにあるのかちょっと確認したいので見ておきたいと思います。ここですね。アメリカを追い出すという話が完全に、これ、おそらく大韓民国がフランス陣営に入ったことによって、結果的にアメリカが追い出されたっていうことで、まあ、何らこれに中国は関与していない状況ではありましたと。まあ、ただね、フランスが大きくなるというのはあまり想定していなかった内容ではあるので、ちょっと驚きではあります。アルミは
インドネシアから輸入します。アジアで我々の敵になる国はもうないですからね。ではこのまま進めていきます。ちょっと装備が全然足りなくなってきてるので買い漁っていきましょう。金に物を言わせ、他国の持っている歩兵装備を買い漁ります。ちょっとでもね、足しになればというところですね。で、テッサロニキ奪われてるんですけども、これはですね、一時的に軍をここにいるアメリカ軍を、ぶつぶすためにですね、引き抜いたがためです。ここをアメリカ軍を倒したら、テッサロニキを奪還しに向かいましょう。もうさすがにね、硬いですよね。ラトビアからの不可侵条約、結んでおきます。あとは歩兵装備アップグレードしましょう。民需工場が未稼働か。ただもう工場を建てられるところがね、占領地ぐらいしかないので、占領地に中国軍の工場、軍需工場をもうどこどこ建てていきましょうか。極東アジアでアメリカ軍の戦力を全部、潰したことによってですね、爆撃による、いわゆるその工場のダメージというものがなくなったので、一気にですね、生産が良くなってきてます。今まではせっかくの工場がアメリカ軍のね、空軍基地からやってくる爆撃に潰されて、工場の数ほどの稼働がなかったんですけども、今はね、そういうリスクがなくなって、十分に稼働できる状態になってます。いや、ここアメリカ軍本当に硬いですね。そしたら一度ですね、ここにばっかり構ってるわけにもいかないので、ここで包囲を続ける軍と先に進める軍で分けましょう。遠征1軍だけここに残って、残りの2軍と3軍はイスタンブル方面へと転進させます。じきにね、へたれてくるとは思うので、敵の方が。ここは、ここにだけ構ってるわけにもいかないので、先に進んでいきましょう。アメリカ軍がどれくらい展開してきてるかによると思うんですけど、数がそんなになければですね、ここも、うまく占領できていくかなというふうに思います。では、時間を進めていきます。はい。第一軍ですね、アメリカ軍を駆逐完了しましたので、この次はですね、もう強襲上陸かけられる場所もないので、このまま進んでいきましょうか。第一軍も一緒になって進んでいきます。補給に余裕があるかないかだけ確認しながら、無駄が出ないように進めていきましょう。はい。ではね、テッサロニキが硬くて、少し戦線が膠着している状態になりますので、今回は一旦ここまでにさせていただいてですね、次回ちょっとここの攻略どうするかというのを、考えて、おきたいというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきます。はい。最後までご視聴ありがとうございました。
内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。